特に、今日は岩盤山のフリー走行会に来ました。ちょっとコースが変わりすぎてて、どでこがどのぐらい走れるかわからないけど、走ってみたいと思います。走ってみる。あっち、この辺走る。簡単そうなとこから行こうか。簡単そうなのか、めっちゃシートベルト効いてる。ここぐらいしか行けないんじゃない？あとどこ行けんの？抜けてきちゃったよ。64だとさ、行けるかもしんねえけどさ、なんも見えねえよ。なんとなくの感覚で走るみたいな。
か。わー、やばいね。熱っ。走れないよ。これ無理だよね。腹がりってなりそうじゃね。どうすればいいんだ。下がっちゃうかな。怖いです。いけんだ。わーわーわー、ここもいけんじゃないですか。そしたらここいけんじゃないですか。ここすごいけど、柔らかいから、すげーな。
誘導したんですか今。すごいね。そんなとこ走れない、やば。無理だよ。うわー、すごすぎるよ。腹かめってる。あ、ちょっと動いた。あ、すごい。F 入ってないと無理じゃないこれ。おお。行くのそれ。ああ、やばい。それどこ行くの？上？うわー。右上がるか、左上がるか。右上がる。うわあ。バック？走ろうかな、走れんのかな。ガラリとコースが変わった岩盤山、どうですか。すごいですね。全然わからなくて一生懸命登ってライン確認をします。本当に体力と勝負です。また次の動画もあるのでぜひ見てね。